今回は発酵か腐敗かというお話です。人間は発酵に向かうのか腐敗に向かうのかのどちらかということです。環境問題、エネルギー問題、それから人間社会の問題もいずれにしても腐敗の方に傾いているのではないでしょうか。そのように感じていた人はいますか。斉藤ひとりさんの親友である千葉県の酒蔵寺田本家23代目当主寺田圭介さんはそう問題提起をしていました。あの香取神宮のおみきでも有名な340年もの歴史を持つ酒蔵です。寺田さんはがっぽり儲けてやろう、一発当てて成功してやろうと考えて試行錯誤お酒を作ってる時は全くうまくいかず、日々過度なストレスが溜まってついには自分の直腸までも腐らせてしまいました。そのことから今まで自然の摂理に逆らった生き方をしていたことに気づき、小さな微生物のように無理をせず楽しく心地よい生き方をしていけばいいんだと気づいたそうです。お酒作りを通して人間も発酵していれば腐らないという大事なことを晩年に語り続けていました。発酵すれば腐らない、あいつがダメだからとか景気が悪いからとか、うまくいかない理由を他人や世の中に押し付ける、自分を顧みずあの人のせいだこいつのせいだとか不満を言ってるうちに憎しみとか妬みの感情が湧いてきて、またトラブルを生み愚痴をこぼす、うまくいかない人というのはこんな悪循環から抜け出せないものなんです。そんな生き方は腐敗現象に似ています。発酵した生き方とは腐らないだけではなくて、楽しいことにもスポットライトを当てていると幸運をもたらしてくれる、そんなところがあります。みんな生き生きとしてくるのです。味噌も醤油も発酵食品で、もちろん日本酒も原料である米と水と麹を微生物の働きによってアルコール発酵させたもの。原料が腐ることなく別の物質に変わるのは発酵しているから。自分の体の調子も社会問題も腐った原因は発酵していなかったから。ではなぜ発酵できなかったのか。微生物は自然の法則に従って生きているのに、人間社会の問題は自然の枠からはみ出た生き方をしていた。だから発酵できずに腐敗に傾いていった。酒造りでは麹菌、乳酸菌、酵母菌などが自分の役目が来るとそれぞれの持ち味を発揮します。出番がないのに出しゃばったりせず、たくさんの微生物が争わずに共生しています。そして微生物にとってはそうすることが心地よくて楽しいからやっているだけなんです。自分らしく楽しく仲良く、これが微生物の生き方であり自然にのっとった生き方なのです。寺田本家さんのお酒を飲んだことがある方ならご存知かと思われますが、ここで作られたお酒を飲んでも二日酔いが起きないのです。それはきちんと微生物たちが共生しているからなんです。お金を稼ぐことは良いことです。しかしそこに他人との競争や見栄のためだけで儲けようと着飾ろうと自慢しようとすると、失うものが怖くなって物を独占しようとして生きていくのがどんどん窮屈になっていきます。人間は愛の存在であり、優しさや思いやりがあって人に喜んでもらえることに自分の喜びがあるのがそもそもの人間です。力も知恵も思いやりも汗もお金も、持っているものを相手のために手放して空っぽになればいつか自分に入ってきます。豊かさとは無限であり、独り占めできるほど小さくないのです。周りにも分け与えてこそ豊かさは循環するのです。これからは魂の時代なので、いろんな意味でごまかしが通用しない時代に入ってきます。どれだけ多くの人と思いを共有していけるのかというのが私たちにとっても大切なテーマなんです。たとえいいものを作ったとしても、それをどう伝えるかということがとても大きいんです。そして自分の頭だけで考えるのではなく、神様が望んでいる方向に進むことができれば自然はそれに応えてくれます。みんな違っていても大丈夫なんです。それぞれが心地よく快適に生きていくことで調和が取れます。発酵もいろんな微生物がいることによってうまく調和が取れています。微生物なんて汚い、気持ち悪い、病気の原因になるから遠ざけた方がうまくいくんじゃないかとか言って毛嫌いしがちなんですが、私たちは全てのおかげさまで生きていられるのです。寺田さんはもう亡くなりになりましたが、本当の死とは残された人がその人のことを忘れた時です。だから忘れない限りはその人は生きています。今も寺田本家では
意志を継いだ元気な若者たちがいます。毎年春先には寺田本家を中心に人口6000人の町に4万人以上の人で賑わう酒蔵祭りが催されています。寺田圭介さんの意志も現役バリバリで大活躍しています。地球がある限り微生物は死にません。発酵していると腐りません。自然に逆らっていると腐敗します。しかし自然に沿っていると発酵が進んでいくんです。毒を溜め込みすぎて一度腐った人間でも発酵することができます。みんなそれぞれ違うから嬉しいこともあり楽しいこともあるのです。どんな時でもありがとうと言って笑い合って生きていきましょう。人間も地球も発酵しているとエネルギーを蘇らせることができます。以上です。このお話は寺田圭介さんと斉藤ひとりさんの名言を絵コンテを用いて分かりやすく解説したものです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。